ラー関節っていうような考え方があるんですけども、メグサイドフィットネスの石山です。今日のテニスフィットは肩より動かしやすくするための一つのヒントを皆さんにお伝えしたいと思います。サーブとかスマッシュ打つときに、なんかうまく肩が回らないなって方非常に多いんじゃないかなというふうに思います。実は私も昔肩を痛めていて、この外転外旋というようなポジション、このポジションを取るのがすごく苦手なんですね。少し怖さがあるというか、で可動域がどうしてもこう狭くなってしまうという傾向にあるので、ちょっとコンディショニングをしてみて、その肩のポジションに変化があるかっていうのを見ていきたいと思います。はい、今横向きで座っているんですけども、肩の高さに肘を上げて外転っていう動き、ちょっと私はここまでしか本当に動かないんですが、今こんな感じです。ぐーっとここが開いた上で体が回ってくると非常にいいっていうのが分かってるんですけど、なかなかここの可動域がちょっと昔の怪我の怖さとかで出ないっていうことで、少しそれを修正してみたいと思います。体っていうのは連動して連鎖して動くので、右肩とすごい関連性が高いのが左の股関節になります。ミラー関節っていうような考え方があるんですけども、対になる体の対になる関節がそれぞれ連鎖して動く、関連し合って動くっていうような考え方です。今お伝えしたように右肩の場合は左の股関節、当然左の肩の場合は右の股関節です。例えば右の肘の場合、その考え方とどこになるか分かりますか？左の膝、例えば右の足首の場合は左の手首っていう風に対になるような関係性があるっていうような考え方になります。なので私は今右肩の可動域を良くしたいので、左肩とセットでエクササイズをしていきたいと思います。外転外旋っていう動きになるんですけども、右肩その動きが欲しいです。連動して動く左の股関節は逆の動きをさせます。外転外旋の逆なので内転内旋、立った状態で内転ってこれです。内転、内旋は内にひねる動き、地面に足ついた状態でやると左股関節に体重乗せて内旋、こっち向く感じ、これが左股関節の内転内旋で、肩のやりたい動きと逆の動きをしています。このまま少し動かしてあげる。実際ボール投げる時の動きと一緒ですよね。踏み込んだ時は股関節前足は内転内旋してるはず。その動きをしたまま体の連動性を考えてこの動きをしてみます。今数回肩を動かしてみたんですが、さっきと同じ動きしてみるとどうでしょうか。かなり今のでも可動域は狭い方だと思うんですけど、私の中でかなりやりやすさ、また怖さがすごく減ったかなっていうふうに思います。どうしてもこう肩痛める、肩に痛みが出るってことがすごく多いかもしれないですけど、その時に肩を治療する、肩の可動域を回復するエクササイズをするっていうのはもちろん必要なんですけども、もしかしたら股関節対になるような体の連鎖の部分にもしかしたらエラーがあったりとか、何か改善すべき要素があるかもしれません。少し今は逆の動きをしただけで、動きが改善したっていうような例になります。いろんなエクササイズを皆さん行うと思うんですけども、ある特定の部分だけじゃなくて、その動きをすることによって体は連鎖するので、いろんな部分にとっていい影響があると思います。癖の動きだけじゃなくていろんな動きを取り入れてエクササイズコンディショニングしていくのが非常におすすめかなというふうに思います。その中で今みたいなミラー関節とか体格の連鎖のところを覚えていくと、より効率の良いトレーニングできるかなというふうに思います。ぜひ今回の動画が面白いなと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。この動画に対する質問であったりちょっとよくわからなかったことがあれば、ぜひコメント欄でコメントください。リクエストなんかもお待ちしてます。